これだけ力の入ったキックができるということなんですね。100m の通過を10秒3悪くても10秒4台でと話した岡崎智美。まあ、岡崎さんの場合ですね、 100m は本当に綺麗なダッシュですね。あの上手いですから、まあ、さほど心配はないと思います。落ち着いて自分のダッシュをするだけですね。アウトレーンで足場を整えた岡崎、インレーンにマリオン・ポール・ラ・ドイツ。スタート来た、あっとフライングか。今のは岡崎が先に動いたでしょうか。やはりですね、まあ、この組で走るっていうのは、まあ、当然まあ相手の選手には勝つのは間違いないと思うんですが、やはり後半に控えている組に勝たなければなりません。そちらにプレッシャーを与えなくてはいけませんね。前回の長野オリンピックから2本の合計でメダルを争うことになりました。この女子の 500m です。今日と明日のタイムの合計です。そうですね、合計になりますね。その 1本目、今日が1回目初日です。改めてスタートラインにつきます。岡崎、まあ、この 500m 何があるか分かりません、はい、ある意味こう水物っていう面も、否定できないと思うんですけれども、とにかく確実にですね、自分の歩数を一歩一歩こう重ねて慎重にこう滑ってもらいたいと思います。第5組アウトレーン岡崎智美。今度は決まった。いいスタート、いいスタート切っている。まもなく 50m を迎えます。岡崎低い姿勢を保っている。今 50m を通過していった。さあ果たして 100m はどれぐらい入っているか。10秒38、いいタイムで入っている。ここまで最も速いタイムで入っている岡崎。岡崎が10秒38で 100m を通過。さあ直線に入ることですね。直線に入った。そしてインレーンに入っていく。岡崎が飛ばしている。岡崎がぐんぐん飛ばしている。これはいいタイムが出そうだ。さあ第2カーブで入っていく。日本の岡崎快調に飛ばしている。いいコーナー。さあ初日最初の女子 500m です。岡崎が抜けた。素晴らしいスピードだ。残り 60m になった。岡崎さあタイムはどうだ。37秒77、日本新記録。まず岡崎がトップに立ちました。日本新記録でのトップ。岡崎自身初の37秒台。37秒77、素晴らしいスピードを見せました。100の通過が10秒38、そしてゴール37秒77。